あのダイレクトアタックみたいなお便りです。やばいですね。好きなおでんの具。おでんを食べない、俺がね、俺がおでんを食べない、何しゃあ、まだそこ大根一強環境なんだが、みんな何が好きなの、おでんの具って。俺おでん結構ねトラウマなんだよね。トラウマとは言わんけど、あの結構ね悲しい思い出があるんだよな。圧倒的大根、卵、状況、ウインナーが一番うまい。結構攻撃的なやつきたね。ガンモモ。はあ、それなんて読むの？餅？餅何これ？餅なんとかぎ？なんて読むのこれ？ちょっと選択できない。餅巾着？餅じゃない、巾着。ああこういうやつか。はい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 、餅巾着ね。巾着なんだ。餅銀着みたいに言いそうな気がするけど巾着なんだ。まあでもなんか俺すごい緩いですけど、普通になんか大根が好きですけどね。そのおでん関係なしに大根自体が好きなんで、まあ大根があったら嬉しいですけど、ただ大根だけだとちょっとお腹膨れないんで、卵とかあったら嬉しいですね。ちょっとおでんの具でググってもいい？ちょっとおでんの具、あの分かんないんですよね、何がいいのか。あ、ちくわ好きかもしんねえ。大根、卵、ちくわかな。こんにゃくはそうでもないかもしんない。こんにゃくよりは糸こんにゃくの方がいいな。もち銀着って俺実は食ったことないかもな。知らない世界だ。トラウマの話はしてくれないんですか。いや、トラウマってほどじゃなくて、あの浅草ってさ、そのやっぱり結構下町というか昔からあれなんで、その普通にね、あの本格派のおでん屋ってあるんですよ。そのほんと昔からやってそうな常連さんが行く感じのいい感じのおでん屋とかあって、一回ねそこに行ったことあって、で入って、お前入ってきちゃったんだみたいな感じの雰囲気がまずあって、あれこれって入ってきちゃダメだった店みたいな、一元さんお断りなんかってなった後に、何頼むって言われて、まあ、メニューとか一切なくて、あのメニューとか一切なくて何もわからん状態で、あの壁にも何も書いてないんですよ。で 何食べるって言われて、おすすめってありますかねって言うしかない状態で、まあおすすめを頼み、確かね、じゃ あの盛り合わせみたいなやつにしとくわっつって、あれだっつっておでん盛り合わせ食ったんだけど、あのね5000円した5000円したおでん、あのねかなりきつかった、あれマジで相当やられたね。あまりにもしょうがり、これがあの私のおでんに対する印象です。高すぎんぎだろマジで。値段がねおすすめでしたね、あれね。まあうまかったんですよ、うまかったうまかった、それはうまかったんだけど、高すぎだろ何屋なんだよみたいなね。せめてメニューを教えてくれみたいなね、まあ、メニューっていうカタカナを言うことすらはばかれるぐらいの空気感だったんですよね。いやお酒飲んでないです、おでんだけマジで。で何だろう、何人かで行ったんで、そのセットなんですよね。数人で行って、あの数人が食べる感じだったんですよ。で4人ぐらいで行ったのかな、だけどセットを食ったんだけど、
足りないねってなってもう一個頼んだんですよ。あすいません、ちょっともう同じのもう一個お願いしますっつって、あいいよっつって、まああのおでんね2個食ったんですよ、セットみたいなやつで余裕の1万超えなんですよね。おっとってなって、あのおでんの盛り合わせって5000円したのって思ってちょっと震えたんですよね。あのだってさ値段わかんないんだもんメニュー書いてなくてさわかんなくて、でそれ食べ終わった後にみんなで足りねえなってなって、じゃあちょっとお会計して、帰りあのコンビニでも寄って帰るかっつって帰ったんで、これね結構やられましたね。なのであの浅草でねご飯食べるときはぜひ僕に聞いてください、このお店大丈夫かなっていうのを。あのおすすめのお店いっぱいあるんで、ちょっとね常連向けのねお店にいきなりとつるのはやめた方がいいかなと思います。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。